白鳳太鼓の皆さんです。どうぞ。こんにちは。はい、はい、白鳳太鼓の皆さんにお越しいただきました。白鳳太鼓の皆さんはですね、平成2年ですねに琴浦町の夏祭り白鳳祭が誕生したのを機に結成されたんですよね。そうなんです。はい、そしてですね、町内外の行事やイベントに出演されているそうなんですけども、そこでちょっと私から質問をしたいと思うんですけれども、はい、平成2年に結成された時には何人くらいの、もう本当に少なかったらしいです。僕もちょっと詳しくは、はい、当時のことはちょっと分かんないんですけれども、はいはい、もう少人数でされてたそうなんですけれども、メンバーだった人がこう声かけ合って、はい、やってみないかということで、すごいですね。はい、始めたそうですね。はい、たくさんいらっしゃるんですね。皆さん経験者ではないんですよね。そうですね、まあなんかそれぞれきっかけがあって入ったんですけれども、はい、はい、本当きっかけでした。お、姉です。姉がきっかけということで、お姉ちゃんも白鳳太鼓で、はい、演奏活動してたものですので。なるほど、はい、ありがとうございます。現在は何人くらいいらっしゃいますか？今12、3人ぐらいで、はい、活動してますけれども、はい、なかなかこうやっぱり都合が合わなかったりで、はいはい、全員が全員というわけにはならないんですけれども、はいはい、今大体してそれぐらいで活動しています。はい、ありがとうございます。はい、近々何かイベント出演はされますかね？そうですね、来月には、地元のアットというところ、スーパーマーケットで、はい、そうありますし、そして8月に、一番の大きな舞台である白鳳祭という、祭りがあるんですけども、琴浦町、はい、そちらの方でも演奏いたしますので、はいはい、ぜひ見に来ていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。それでは準備の方をよろしくお願いいたします。はい、皆さんはですね、たくさん大きなイベントに出演されているそうなので、皆さんぜひ見に行ってくださいね。ミニレブンのメンバーのホフナちゃんもね、こちらの白鳳太鼓さんで活動されているそうなので、ぜひ注目してご覧ください。それでは前半スタートです。天地です。
また後半にねご登場いただきますのでどうぞご期待ください。ありがとうございました。さあ今日はですね TT のメンバーでありますホズナちゃんもね参加してくれてますからね。ちなみにホズナちゃんは入ってそちら発行大学始めてからどのくらいなんですか？12年。あらすごい。でお隣の4年。あそうなんですね。うん、ちなみにおいくつですか？15歳。ということは11歳。11歳って言ったら中学校の時に、今は高校、高1年生なんだね。なるほど。じゃあまだまだこれから期待の星ですね。ですね。ホズナちゃんも、ホズナちゃん、はい、大丈夫？あ、もうちょっとやってんの？あ、そうなの？いや、だからね、すごい上手だもんね。ね、はい、じゃあ続きまして、後半2曲目は火星一です。どうぞ。Thank you.
構すごい力強い音色で、すごくその言葉が出ない感じかな。はい、はい、ということですごかったですね。なんかね、あの太鼓、大太鼓も目の前にあったんですけど、小太鼓もね、ちょっと3つこの太鼓と小太鼓、大太鼓と小太鼓の音色もね、ちゃんとマッチしててすごく感動しました。皆さんね、あの白鳳太鼓の皆さんはですね、たくさん様々なイベントにも参加されているそうなので、皆さんぜひご覧ください。お待ちしております。